グーティア様、あいつら地球人です。ふん、この目で見るまでは信じられなかったけど、どうやら本当だったようだ。人とは違う、別種の異星人。地球人だったらどうするんですか。殲滅するのさ。それが私たちグロースの義務。グロース、それがあなたたちの組織ということね。そうさね。貴様ら地球人はこの宇宙に発生したがん細胞みたいなもの。滅ぼさなければならないのさ。随分と手前勝手な論理ね。そのためにライフを破壊したの。こいつはライフっていうよ。まるで原始人。随分と時代遅れの機械を使う。まあ、こいつも貴様ら地球人も全て打ち去る。それが私らグロースの、グロースの正義。ならば私たちは、私たちの論理を貫くまで。いいよ、殺しないな。眠ってるだけの奴らもずっとね。身の程ってのを教えてやるよ、ゲーティア様が。マストダウン。今なら接近戦が有効よ。サイドワインダー、足元落ちたよ。ワイドバースト、スパイラルホーン、バイオレンスダウン、ライフォーン。そこだ、サイドワイダー。いいダメージが入ったわ。接近戦でリズムを維持してた。誰が言ったの。ワイドバースト、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 ワイドバースト。ロリーズ、直撃だ。続けてみて。ライトニングトーン。そうじゃないよ。現世のごと気が。ライトニング。ルフィ決定。全弾発射。ご褒美だよ。オーバーグループ、プレイします。激しい。ああ、勝っていけそうだ。このボケが。あんなに飛ぶんだよ。力を貸して、入れな。ライトスパイラルホーン、一緒に頑張りましょう。油断してるんです。格闘はダイナーズ。調子が出てきたぜ。吹かされたぞ。これで決まったわ。今なら接近戦が有効よ。ライトニングトーン、アークホーン。今なら接近戦が有効よ。あん
得意じゃないが。ストーリーを言う。焼きが回ったか。チッ、いまいましいね。原始生物の分際で覚えときな。この惑星に貴様らが住み着く余地なんてない。いや、宇宙のどこにもないのさ。エンデル様、今のうちに。残念です。グロースを倒したところで失われたものは帰らない。孤児に言う腹水盆に帰らず。なんであの異星人たちはあんなに地球人を憎むんでしょう。彼らがどうやってこの星に来たのかはわからないけれど、一つだけ確信が持てたわ。地球を戦いに巻き込んだ者たちが誰であるのかをね。まさか彼らがその全てではないにしても、間違いなく地球を襲撃した異星人のうちの一勢力ね。あのドールに似た機動兵器も NLA のデータベースに記録されているものと一致するはずよ。そんな、こんな結果になってしまったけど、あなたの協力に感謝するわ、ル。いえいえ、力及ばず申し訳ありません。何かお礼ができるというのだけれど、あいにくこんな状態だし。お礼ですか。そうだ、あなた方の町へ連れて行ってもらえませんか。私たちの町。一応理由を聞かせてもらえる。データベースユニットが破壊されてしまい、私の好奇心が満たされる術はなくなってしまいました。ですが異星人の町があるとすれば格別。おそらくそこには未知の知的体験が待っているでしょう。俺の件はそれで。変な異星人。あなたはルーの提案をどう思う。そうね、私たちはグロースとは違う。この星の先住民と仲良くやっていきたいと思ってるもの。決まりですね。では早速行きましょう。孤児に言う善は急げです。ルーのこともあるし、 NLA へ戻ってバンダムに報告しましょう。ん？そいつは誰だ。どうやら異星人のようだが。夜行の森で出会ったルーさんです。個体名はル・シルフェ。この星に古くから暮らすものです。ほう、この星に古くから。だから連れてきたのよ。彼から得られる情報は貴重よ。 NLA の居住を認めてあげたいのだけれど。行政長官としては軽々に異分子を受け入れることはできないな。彼は信じられる。私はそう感じたわ。先住民に悪い人はいないですもん。タツ君はともかく、エルマ、君が言うのならばそうなのだろう。よし、わかった。俺も責任を持とう。それでいいかな、行政長官閣下。君たちがそうまで言うのならばの。おお、ありがとうございます。これぞ孤児に言う、ルイは友を呼ぶ。堅苦しいのはなしにしましょう。ルーとお呼びください。その方が私も気が楽です。ではエルマ大佐、ライフポイントの件報告を聞かせてくれ。そうか、やはり本命ではなかったか。見つかったのはデータベースユニットのうちの一つ。ユニットナンバーは O7。 O7 というと LC が記録されているユニットか。その3分の1だな。
LC アメリカ議会図書館の収蔵物はユニット O7 から O9 に分割記録されていたはずだ。まあ不幸中の幸いだったな。壊されたのが本命でなくて。そうかしら。ん？ UC 以来刊行された書籍などを集めたデータベースよ。人の歩み、心の歴史が刻まれた書籍は何者にも変えがたい地球人類が誇るべき文化遺産ではなくて。いや、そいつは全部ではないにしてもその一部が永久に失われた。これは重大な損失、文化の死よ。この NLA にもデータベースはある。ユニットナンバーが分かっているのなら復元もできるかもしれん。そう願っているわ。そんなことより、グロウスというその適正異星人とやら、間違いないのかね？ええ、これを見て。北京上空で戦闘を繰り広げていた兵器と同一の機体ね。つまり地球を襲撃した異星人たちがこの星にもいると。ルーもタツも彼らが先住民ではないと言っていた。彼らがこの星に降り立ってから日は浅い。我々を追ってきたのか、それとも単なる偶然か。意図的にライフを破壊していたことから推察して、地球人に対するアプローチは能動的と言えるわね。彼らもライフの意味を知り探しているのか。俺たちが見つけていないだけで、すでに破壊されている可能性はある。そうであるなら、こんな会話はできていないはずだが。それはまあ、そう。非公式だが、他にも数件、パスファインダーのチームが異星人と接触したという報告もある。そのすべてがグロウスとは限らないが、これまで以上に防備は固めておいた方が良さそうだな。ご苦労だったエルマ。引き続きライフポイントの探索を頼む。了解したわ。我々に残された時間は少ない。一刻も早くあれの場所を見つけなくてはならん。